麻婆大根を作ります。生姜1かけ、人参 30g、 長ネギ 20g を入れ、20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンにごま油小さじ1、豚ひき肉 150g を入れ、肉をほぐしながら炒めます。ブンブンした具材、大根 150g を入れ、野菜に油が回るまで炒めます。水 200cc、 中華だし小さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、豆板醤適量を入れ、よく混ぜたら蓋をして中火で20分ほど煮ます。水溶き片栗粉適量を加え、とろみがついたら完成です。